2機の救難機が離陸を開始しました。警戒に離陸する容器をご覧ください。ここで電磁砲を実施する救難機を紹介します。水色の飛行機 U125A は全長約16メートル、総重量は約13トンです。最大速度は時速約820キロ、最大航続距離は約2000キロメートルです。皆様、会場右手をご覧ください。状況を確認し、遭難者の位置および状況を UH60J に無線で伝達しました。Thank you.
今回はこれで終了です。最後までご視聴ありがとうございました。よろしかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。それではまた次回の動画で。